したいと確実なやり方なんでしょうかってご相談ですね。うまいやり方ありますでしょうかってことですね。ネットで独立、まあ確実な方法っていうのはですね、もちろんビジネスなのでその時々の、状況に合わせて適用していかなければいけない、まあ、経営というのは適用業ですよね。なので、その都度ですね、状況の変化によって違ってくるんですけども、やはりですね、良いメンターを見つけるってことがまず何より確実な方法として大事ですね。やっぱりカーナビになってくれるメンター、その方にですね、素直に、まあ、手張りっていうふうに言いますけど、学びの、王道ですよね、手張り、まあ、主の部分が一番大事で、まあ、ここでオリジナリティを発揮しようとしちゃう人がいるんですけど、大体遠回りになってしまいますので、主の部分を大事にすると。で、週末企業っていう形で、まあ、具体的に言うとですね、企業っていうのはやっていくと、結構うまくいってる人が多いですね。まあ、とにかく、ベースを持ったまま盗塁するみたいな感じで、本業をすぐにしてないってことですね。で、リスト集めうまく